などを拾っては自分の巣に持ち帰っておる。さてニャースといえば額の小判のようなものが特徴じゃが、これは線の入り方や形などがそれぞれ微妙に違っており、個性を識別する際の重要な痛い。ではここで一句、落とし物ニャースと探そう猫に小判。みんなもポケモンゲットじゃぞー。